これ多分ね、先まで練習してたからできたんですよね。最初の2曲、多分また忘れてるかもわからんので。じゃあちょっとやってみましょう。なんですけど、ちょっとやっぱりみんな体で覚えたいということで。多分僕ね、こういう曲をなぜやってるかって言ったらね、作ったかって言ったらね、昔なんですけど、まだ20代の時に、ある人からね、大御所から言われたんですけど、アコギ一本でできる曲をバンドでやるなんて言われたことがあって、アコースティック一本でできる曲をね、バンドでやるなって言われた。なのでね、こんなキメがいっぱいあったりしてるんですよね。うん。なので、みんな大変なんですけど。って。こんなんこんな曲みたいな。まあでもみんな、なんかちょっとライブみたいになってきた。次、ビートフリック、